Hey guys! モンスタージョン TV! 始めました、モンスタージョン TV! 元気があれば何でもできる、元気があればウルージュになれる、そんなネタはインガザラシということでやっていきましょう。ワンピース、トルジャーグルーズです。さあやっていきましょう。ガチャでございますよ。スゴフェス、ぶち込んでいきましょう。ついに、はい、最後の手配書が、超すごいやつ、確定ということでね、こちらを回していこうかなと。いやね、本当はね、まあそろそろここら辺で終了かななんて思ったんですけども、昨日の放送でガチャをやらせていただきました。これっていうのは、いつも見てくれてるミュー兵士が、iTunes カードをプレゼントしてくれて、生放送でちょっとやらせていただきました。そしたらなんと2回やって、最後に次のガチャが超すごいやつ確定ということで、さすがに私はね、これを我慢はできねえなと。いうことで、ちょっと1回分、買ってきました。はい、ラスト、実質これがきっとラストになるでしょう。どうなるか、最後ね、いい感じのやつが出てくれるのか、ジンベイかブルックが出てくれれば、もうなんか、いいよね。すごく嬉しいよね。なんならもうたくさん赤いのを出てきてほしいですよね。前回のがほんと神回でしたからね。いろんな演出が来たんで。さあ、どうなるかやってみましょう。レッツラゴーでございます。いやー怖い。ほんとに怖い。レッツラゴーです。あ、夜だったらワンチャンね、当たる率は高いぞ。ドン！よし、光ってる時に投げる！赤いの赤いの赤いのボンボン！うわー、いやいやいや、来ねえか来ねえか、ここで来ねえか。まあ、ラスト1枚ね、確定なんで。いや、言うて演出なんかこう、変わってくれる可能性あるからさ。ワンちゃん来てほしい。ウソップの姉ちゃん。君じゃない。君じゃない、本当に。あーはっはっはっは。赤マンボ。おっと、赤マンボじゃねえ。赤マンボ。それは草だよ。あ、これは持ってないね。違うタイプの。あれ持ってた。草盛り。持ってないじゃんと思ったら、説明が出ると、持ってないやつがね。説明でないともう持ってるっていう。あ、これなんかいい感じって言われてるけど、持ってます。やっぱそうだね。こういう風にやっていくと、うわ、ここでモリア様出ますか。これ持ってるんだよね。2回目のガチャの時に確定だったんだよね。まあまあ、2枚目なんで何が使えるのかな。はい。にょ、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 にょって感じですね。おー、マルコさん、すごいね。なんか普通に持ってない感じであればね、ボニーも出たりとか、すごいいい感じよね。マルコ持ってます。はっ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 て感じじゃない。おい、でからっきょ、お前。2枚も出てくんじゃねえ。3枚目だよ、もう。はい、じゃあラスト行きましょう。ラスト。お、確定じゃないの。あれ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 確定俺なんか間違いだ。おーい、嘘やん。いや、持ってないけど、嘘、マジで。あれ、最後の手配書が超すごいやつ、これも書いてある。あれあれあれ、最後の手配書が超すごいやつ、超すごいやつってのはゴールドってこと。そういうこと。なんだよ、いや、なんか勘違いした俺。咳込むわ。なんだよ、そういうことね。いや、普通に考えたら全然当たりガチャだと思うよ、今のは。デカラッキョ、まあ、2枚もいらんけどね。まあまあ、出たりとかね、ボニー出たりとか、まあ持ってないやつもちょくちょく出てくれたんでいいですけど。そうか、恐ろしいね。いや、シングル行こう。いや、諦めないよ、俺は。2回はシングルやろう、2回は。2回はシングルやって、ミスターシングルス、ちょっと当てていきたいです。さあ、行きましょう。まあ、言うてね、これで俺シングルで弾くやつだからさ。俺も持ってるよ、そういうとこは。シングルでは当てるよ。ボーン！光ってる時に当てる！お、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 あ、くそ、くそ、くそレストラン。ヘイマイド、こちらクソレストラン、ご予約でっていう感じだよね。いや、次にクロコダイル来たらそれはそれでいいよ。いや、マジか、10回目で確定ぐらいなのかな。そうか、いや、まだあるから、あと1回俺やるよ。
行きます。行きましょう。おはい、マジか、最後の一枚。あ、ミュージック止まるよ。てでてげてでででいや。まあ赤は出ないよね。はい。あー、でも持ってないですね。持ってないはず。多分持ってない。あー、持ってない、持ってない。お、しかも5じゃん。まあ多分4の進化系やんね。ゼオさん。一旦の間にチミのスロットを固定。パーフェクトのタイミングが優しくなり、遅延計 2.5 倍。あ、まあいいんじゃないですか？ここら辺はまあ、普通として、もう、普通とかまあいいんだろうけど、まあ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 、持ってないキャラクターゲットということで、以上です。持ってないキャラクターということで、以上でございます。うわーん、そっかー。なんかワンチャン来てくれるかなと思ったけど、まさかのデカラッキョ。ダブルパンチですからね。まあ、レベルマックスだからね。これはもう育てることもなくそのままバンって使えるっていう感じでございますけどね。デカラッキョ、これ3枚目やで。で、俺、ペローナも3枚ぐらい持ってるんよ。交換したいよね。交換機能とか欲しいね。なんか欲しい人いたら、なんかちょっと、よいしょってこうね。いや、交換するみたいな。ガチャの意味がなくなるっていう。間違いなく掲示板作って僕これ持ってるんで、交換しましょうみたいな。なるからね。ほら、見て。もう3枚いるで、3枚。3枚もいますからね。まあちょっとね、最近結構ガチャやったんで、軽く、ちょっと、紹介しましょう。キャラ一覧紹介。毎回デッキ紹介って言うんだけど、やっぱ、遊戯王カードとかなんかこうカードゲームやってると、キャラ一覧とかをね、こう、デッキって言いたくなるんですよ。わかりますこれ。で、これをデッキって言うんだけど、さらに、戦う時に使う、主力メンバーね、パーティー、デッキって言いたくなるんだよね。もう全部デッキって言いたくなるんだよね。まあそんな感じで、まあ見ていきましょう。ね、こんな感じに、なっています。ここら辺はお気に入りをね、固めております。お気に入りを固めていって、で、技いってからの、そう、マルコが結構ね、出てるんだよね。で、ローさんはまあ2体いるのは、まあいいんじゃないかなと。で、戦国さんがね、今日結構みんな使えるって言ったんで、結構滑稽みたいな変な感じだった。そうそう。いい感じって言ってたんで、まあちょっと育てようかななんて思ったり。で、前回シャンクス2枚目出たんで、これをうまいこと、まあ合体させていきたいなというところ。だってこれ進化させたい。俺も虹にできるかな ?40 枚もらったんすよね。40枚もらって、あとはお酒とかぶち込めば、虹になるのかな。ちょっとそれ、コメントで教えていただければ、すごい嬉しいです。作りたい。普通にハンコックの虹は作りたい。やっぱね、トレマのキャラクター強いよ。普通に強い。エネルさんとか今もう主力メンバーですからね、強すぎて。本当にいい感じだなと思います。まあ、こんな感じで技属性超えていって、ああ、いますね。仲間がいるよー。ウルージー。俺の中ではもうこれはウルージーでしかないね。あれはこんな感じで進んでいってね、亀が少なくなってきたな。亀不足にそろそろ陥りそうな感じですね。まあ、ビビが枚数圧倒的に足りない。本当であればもうちょっと回してね、まあ虹とか目指せたらなーっていうところでございましたけど、あまりやれず。てかめちゃくちゃ強くなかったビビ。なんか強かった気した。はい。で、まあここ行って、でこんな感じで地属性。まあさっきのゼオさんだね。ゲットしましたね。で、ほら。まあ、45枚、48枚、48枚とか、まあまあまあ結構あるよ。うん、48枚ある。お気に入りに入れてる分も含めて。だから40枚あれば確か OK でしたよね。で、残りの8枚は普通にレイリーさんに売り飛ばせばいいのかな。多分そんな感じですよね。まあキャラ一覧としてはこんな感じ。で、デッキに関してはもうもろに今回のトレマ用で、まあこれ関係なくて、これも結局使ってない。まあ、ここ。これ使ってる。で、これ火力押し用だね。で、ここも使ってる。はい。で、からの、こんな感じで。アリーノ。で、ここも使ってて、はい。で、これがメインだね。これで基本的に、まあ、ポイントを稼いでいくんで、デカラッキョとか、あとは、ハンゴックは、これで回していける。だから、これは申し分ないんだよね。ここは申し分なくて、他のところが、結構ギリギリな感じではある。まあ言うて2体とかいれば十分ですよね。まあ本当であればジンベエとかもゲットできていればさらにまあやりやすかったんでしょうけども、まあまあまあこんな感じじゃないかなと。そしてね、すごく面白いのがトレジャーマップ。私シャンクスをここで買ったんですけど、トレジャー交換所で、はい。でシャンクスを買って残ったポイントが1000ポイントぐらいだったから、
あと1個何買おうかなーって迷って、まあ我慢したんですよ。我慢して。で、なんかみんなが言うには、ビッグマムがすごくいいっていう話だったんで、個人的にはなんか、ジャックも欲しいんですけど、で、ポイント見てみると、ほら、1万ポイント払うんだよね。トレマを回るとこんなにくれるんだっていう驚き。だから、ちょっとね、なんか買いたいんですけど、やっぱ、ビッグマムですかね。ビッグマム買うべきなのか、ちょっとみんなアドバイスいただけたら、まあ、あとルーフィーもやっぱ欲しいんだよね。ギアフォース僕欲しいな、好きなんですよ、すごく。単純に好きなんで、ちょっとそこら辺、なんか、アドバイスいただけたら、嬉しいです。ビッグマムか、ジャックか、まあ、それ以外になんかこう、いいのがあれば、はたまたその、シャンクスを、まあ、鍛えるって意味でも、確か8枚で煙突いけるんでしたっけ。で、残りの進化アイテムを買っていく。っていう風にあれば、シャンクスをマックスに育てれますよね。とか、そこら辺もちょっと恐縮ですけども、教えていただけたら、すごくありがたいです。はい。ということで、じゃあ、今回はこの辺で締めていきましょう。まさかのガチャがとんでもないことになりましたね。最後が赤確定かなと思ったら、私の勘違いでしたという。すごいやつイコールゴールドってことよね。ちょっと、それもコメントで念のため、いただけたら、勘違いしないんで。やらかしましたけどもね、またじゃあ生放送で今日、今この動画こうやって上げているわけだから、ね、明日にこれ上げるわけだ。だから、昨日生放送やります。やりますがやってます。そう、この後俺は生放送やるからね。はい、ということで、じゃあ、また次回お会いしましょう。このトレマ終わってからも生放送とかやりたいなと思ってますんで、またそこら辺で一緒にちょっとワイワイやりましょう。あとぜひとも私のツイッターフォローしてくれたら嬉しいです。で、その際にね、ジョンさんフォローしましたよって一言言ってくれたら、ね、僕もフォロー返しますから。あと今ちょうどプレゼント企画もやっておりますんで、それもチェックしてくれたらなと。 iTunes カード当たりますからね。これリツイートとフォローだけでいきますから、ぜひともチェックしてください。それではこの辺で締めていきましょう。 See you next time!